谷組鉄道デイ1系電車。谷組鉄道デイ1系電車。谷組鉄道デイ1型電車は、後の名鉄谷組線を付設、運営した谷組鉄道が、同社路線の開業に際して1926年、大正15年に導入した、電車、制御電動車出る。1926年、大正15年4月の路線開業に先立って、同年3月に、 日本車両製造本店において、0106の計6両が申請された。木造車体を備える四輪単車で、形式記号は、車内座席を当時の鉄道省における二等車、形式記号、ロナミとしたことに由来し、電動車を表す、でと組み合わせた、デロを称した。性能面では、最十33.3パーミルの勾配区間が、 存在する谷組鉄道の路線における運用対策として電磁吸着ブレーキを採用した点が特徴である。その他、6両中2両は単行運転を前提とした直接制御仕様としたが、残る4両については電動化無軸式の間接自動制御機を搭載した間接自動制御仕様とした点が異なる。これは、同車路線の付設目的の一つである谷組駅に立地する 谷組山家本寺への参拝客輸送、特に五海上時における輸送量増大に備え、総括制御による連結運転を意図したものである。後年の谷組鉄道の名古屋鉄道、名鉄への九州合併に伴う車席継承、及び形式称号改定を経て、01系以下、本形式は1959年、昭和34年まで在籍した。 全長 9855mm の木造車体を備える。前後つまめに運転台を備える、両運転台仕様でゆるい円弧を描く。丸つま形状のつまめに3枚の前面窓を均等配置する。側面には片側2箇所設けられた片階式客用扉と一段を落とし窓構造の側窓8枚を備え、側窓は2枚置きに太い窓間柱によって区切った。 形態とし、側面窓配置は D222DD、D、客用扉、各数値は、側窓の枚数である。客用扉下部には、内蔵型乗降ステップが設けられ、客用扉の下端部が、車体裾部まで引き下げられている。また、客用扉部及び扉袋部を除く、車体側面の裾部には髪型への切り欠きが設けられて、おり、台枠が外部へ露出した構造となっている。 車内はロングシート仕様で客用扉直近の側窓1枚分に相当するスペースには座席を設けず立席スペースとし車両定員は56人座席28人である制御方式は0304の計2両については直列4段並列4段の計8段の立候の地を備えるイングリッシュエレクトリック DB1K3C 直接制御機を 各運転台に搭載する直接制御仕様とした。一方、01020506の軽四両は、イングリッシュエレクトリック M-15C 自動、加速制御装置を床下に搭載する、間接自動制御仕様とした。この仕様の相違によって両車は、事情が異なり、前者の2両が12.71トンであったのに対して、後者の4両は13.21トンと、0.5、 トン重量が増加している。主電動機は、ゼネラルエレクトリック車製の定格出力50、PS の直流直巻電動機を、歯車比4.6で1両あたり二機、全軸に搭載した。台車は、ブリル車が開発した、ブリル 21E 台車を日本車両製造が、模倣製造したコピー製品である 21E タン台車を装着する。制装置は、制を用し、 前述の通り電磁吸着ブレーキを併設する。その他、終電装置として、トロリーポールを前後各一機ずつ搭載し、前後つまめんには連結運転に備えて、前車とも、芝田式の波形自動連結機を装着した。1926年、大正15年4月の路線開業と同時に運用を開始した。なお、谷組鉄道の路線は、黒のにて、 親会社のみの電気起動、美濃電が、敷設、運営した、北方線、後の名鉄伊び線と接続しており、同年7月29日付で両路線の相互、直通運転が認可され、本形式もみの電北方線への乗り入れ運用に、重当された。陸上交通事業調整法を背景とした事業者、統合、いわゆる戦時統合により、 谷組鉄道は1944年、昭和19年3月1日付で、名古屋鉄道、名鉄へ、九州合併された。本形式は名鉄への車席継承に際して、新たにも50系、初代の形式称号が付与され、記号番号はも51対も56となった。この際、直接制御仕様の9-0-3-0-4も,も51も52と、 間接自動制御仕様の9-0-1-0-2-0-5-06を9番順にも53も56とそれぞれ改版して順列を入れ替えている。さらに第二次世界大戦終戦後の1949年昭和24年に実施された形式称号改定に際してはもう100系2代100から105と再び形式称号を呼び記号番号を改めた。また改版と同時に 間接自動制御仕様であったモ1 0 2対 M105 は、従来搭載した M-15C 制御装置をモ1 1 0型へ転用するため取り外して、全車とも直接制御仕様で統一され、また電磁吸着ブレーキは全車とも撤去された。本形式は、戦後初のケゴンジゴ会長となった1950年、昭和25年春季の参拝客輸送に充当された、後、 同年8月にも100から104の軽古量が当時河川電圧600ボルト路線区であった豊川線へ転属した。転属に際しては、客用扉下部に乗降用の外付けステップを新設し、以降豊川線の主力車両として運用されたが、1953年、昭和28年12月に実施された豊川線の河川電圧1500ボルト。 昭圧工事完成によって用途を失い、翌1954年昭和29年7月に全社廃車となった。唯一微尾線、谷組線系統に残存したも105は一般の旅客営業運用からは離脱し、終電装置をトロリーポールから名鉄式ワイゲルと称する Y 字型ビューゲルへ、乾燥、主に陶器の除雪用途に供された。その後、 も105も1959年、昭和34年3月14日付で除籍され、谷組でロイチ型を由来とする車両は全廃となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。